らっしゃると思うので簡単に私たちの説明をさせていただきます。私たちは昨年10月に行われた秋元康先生総合プロデュースのアイドル 3.0 プロジェクトオーディションで最終審査まで残った17人です。残念ながらオーディションで合格してデビューすることは叶いませんでしたが、今も諦めずデビューすることを目標に17人で活動しています。はい、ではここで簡単に自己紹介、メンバーの自己紹介も1人ずつさせていただきます。はい、広島県出身ペロです。ペロ。はい、奈良県出身ロゼです。ロゼ。はい、北海道出身キラコです。キラコ。はい、千葉県出身チャイです。チャイ。はい、千葉県出身イチです。イチ。マカロンです。マカロン。はい、愛知県出身小鳥です。はい、埼玉県出身いちごです。はい、熊本県出身りんりんです。はい、神奈川県出身りらんです。はい、千葉県出身たまです。たま。はい、茨城県出身さまです。たま。はい、東京都出身マリアです。ポーションに収録される私たちファイナリスト初のオリジナル楽曲です。それでは聴いてください。命しか捧げるものがない。
人の思いが皆さんに届いていると嬉しいです。次にお知らせです。はい、私たちのショールームレギュラー番組 FA ルームが、各週水曜日の、21時から、放送されています。私たち17人の魅力が詰まった番組になっていますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それと、私たち個人でもショールーム配信を行っておりまして、先週ですね、金魚姫 の、 あのイベントがありまして、皆さんたくさんの応援本当にありがとうございました。ありがとうございます。皆さんのおかげで本当にこの期間、たくさん配信盛り上げていただいて本当にありがとうございます。明日からも私たち個人配信を続きますので、ぜひそちらも注目していただけると嬉しいです。そして、私マリオが毎週土曜日ですね、俺たちごちゃ混ぜ集まれやんやんという、ラジオ、深夜のラジオに、深夜1時半から朝の4時半まで、出演しております。昨日、はい、やってきて、アーカイブも聞くことができるので、ぜひ聞いてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。9月14日にはオンラインお話し会が、9月23日には個別握手会が TFT ホールにて行われます。新しい特典が盛りだくさんなので、皆さん待ってます。待ってます。はい、お知らせ3つ目です。9月の3日に HMV 渋谷さんにてインスタイベントがあります。次に出演するメンバー手を挙げてください。あれあれ2人だけ。はい、
イノサさんを披露できる機会ってさ増えてくるじゃん。でそれで皆さんにも一緒に盛り上がってほしくって、あるなんかホール的なものをちょっとファイナリストでも考えてるんですけど、ちょっと発表してもいいですか。私たちのその命しか捧げるものがないの中にボーオーっていうところがあるんですよ。そこをみんなで一緒に言ってほしい。後ろの方がいると思うんですけど、ここら辺まで一緒に上げてくれたりしてくれたら、上げてくれたりしてくれたら上げてくれたら嬉しいです、はい、嬉しいです。でこのおおおは2回あるので、ぜひちょっと今練習してみたいんですけど、いいですか。マリオが見当もつかないって言ったらおおおお返しね、はい、はい、行きます。せーの、見当もつかない、叫びたい、思いのだけを。じゃあ、こんな感じです。ぜひ、よろしくお願いします。お願いします。はい、ミラも一個ちょっと聞きたかったんですけど、いいですか。ミラは、マダムシスナイパーの時の歌われて、2番の方が掛け声かけ返して、投げかけ返して掛け返してくれるじゃないですか。カミカミだな。そこが結構ミランめっちゃ好きで、わかる。イノサさんにもあるかなって考えたら3つあったんですよ。いつもあるかというと、はい、まずカワちゃんとロゼのそんなにあるわけないさーなどのないさーないさーと答えはいらない答えはいらない、伝えたいだけ。この3つがかけがえポイントになっているので、そこもぜひ皆さんとやってたら盛り上がると思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日はまだ2部のステージも残っているので、ぜひ2部で皆さんの声を聞かせていただきたいので、ぜひこのちょっとの時間の間に練習しておいてください。お願いします。